旧来住家住宅は、兵庫県西脇市西脇にある歴史的建造物。1918年春工の銀行家の岸、梅吉宮廷で、国の登録有形文化財に登録されている。矢部内流総庄設計の庭園来住家は、伊藤省を家業とし、田畑約10町部、山林80町部を抱える、合農交渉として、代々栄えてきた。この住宅の世主である、 岸梅吉は、西脇商業銀行の創始者でもある。梅吉は、父の意思を受け継ぎ1915年に着工し、3年後の1918年には、母屋及び離れ、庭園を完成させた。母屋の間取りは、明治時代以降に発達した、中廊下式の平面型が採用され、中央に廊下を挟み南北2列の間取りが取られ、北側が、家族空間、南側が、 接客空間、東端に台所と風呂などが配置される。廊下を畳敷きとすることで南北空間に連続性を持たせている。母屋の大広間、庭園に面す当時の最高球材が適材適所に用いられ、現在では入手不可能な木材も多く用いられている。現在の貨幣価値に換算して54億円もの総建築費がかけられたが、 現在その金額をもってしても、入手困難な部材が多く、また当時の最高級の技術が駆使され、建築にあたっては、釘は一本も使用されていないなど、技術的にも、再建築は困難であろうと言われている。2001年10月16日には来住帝の、相続人だから、西脇市への土地、建物の寄付の意向を受け、同年9月2会の議決を経て、受け入れを決定。 受納式が行われた。2002年2月には国の登録有形文化財に登録された。2003年5月1日より一般公開され、町づくりの拠点施設として利用されている。開館時間休館日入館料使用料お茶、区会、舞踊、パッチワークなどに利用されている。敷地には併設の洋館があり、シェフレストランの梅基地底と晩秋式製品。 オーダーシャツなどの販売を行う、西脇情報未来館21が併設される。ABCDEF 西脇市公式サイト国登録、有形文化財旧来住家住宅、AB 国登録有形文化財旧来住家住宅、公式サイト、ありがとうございます。